クレイ・ホーランド。夢を抱いた猫好きなニューヨーカー。運命的な出来事によって美しくも残酷な異世界アーシアに転移され、彼女の人生は大きく動き出す。アーシアにたどり着いたフレイの腕には意志を持つ魔法の腕輪が巻きついていた。この世界でフレイは強力な魔法を放ち、自由に大地をかける能力に目覚める。かつては善良な統治者だったが、今や悪しき魔女となったタンタたちの暴虐に苦しんでいたアーシアの人々はフレイに最後の希望を見出す。救世主になるつもりはなかったが、じっとしていては帰る方法を見つけられそうにない。不本意ながらフレイは冒険に踏み出していく。このぐらい軽く片付けられるだろう。ああ、楽勝。ああ、ほらほら。今だ、やれ。わかった。聞いたんじゃない？はあ、少し落ち着け。撃てるものも撃てないぞ。うるさい。分かってる。この力でどうだ？準備ができるまで待て。ああ、時間かかりすぎ。これじゃダメか。何かあったか？
扉の先には信じがたいほどのまばゆい光景が。広がってないけど、とにかく休める。お前スヌーズ機能ないの？わからんが、まだ眠る気なのか？何か作るのか？まさにお宝。やっぱやめた。もうちょっと休む。何を言ってる。いいから行くぞ。腕輪にはベッドのありがたみなんてわからないよね。死にたいんじゃないだろうな。まさかそんなわけないでしょ。
中に入ってるうちに崩れ落ちないことを祈るばかりだ。それ冗談のつもり？笑えないんだけど。まあ悪くないね。ああ、役に立ちそうだ。わけわかんない。だってこれ裁判になったところでクソみたいな判決しかされないってことじゃん。正気を失い自らの正義を盲信したんだ。あんま聞いてないみたい。もらったね。よし、仕留めろ。マジ？お前が言うのそれ。おお、なかなかやるじゃないか。やっぱそう思う？この村も全滅か。どこも同じだろう。だるそうな相手。だるいだけで済めばいいんだけどな。どうぞ。くそ、これじゃダメか。はっ、行け。
縦にしてないで相手の攻撃をちゃんと避けろ。いいじゃん。